皆さんどうもこんにちは。芸歴9年目強い電気です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介させてください。はい、私が佐藤優です。お願いします。北斗です。お願いします。永永チョコレート和弘です。お願いします。私がジョイです。はい。はい、佐藤優です。よろしくお願いします。改めてね。改めてね、はい。本当にジョイだと思っちゃう人いるかもしれない。はい。私が。ちゃんと自己紹介しよう。皆さん、はじめまして。今日はあなた方と、宇宙で、宇宙に自分のロックンロールやるんだよ。できんのかよ、できんのよ。聞いてください。できっこないよ。やらなくちゃ。サンボマスター、ボーカル山口でーす。北斗です、はい、お願いします。はい、僕が、インド映画の一番最後に後ろから4番目で踊ってる人です。お願いします。よろしくお願いします、はい、これは本当です。これは、これは本当です。本当じゃないよ。これは本当じゃないよ。誤解される。永永チョコレート和弘です。はい、よろしくお願いします。いや、上がった。上がれたね。やったぜ。ありがとうございます、はい、夏前に上がれてマジで嬉しいです、ね、はい、最高の夏にしようぜ。素敵な夏にしようよ、うん、まあ、チョコが溶ける前にね。おい、ビターなこと言うじゃねえか、お前ら。本当にいや、劇場メンバーになったからさ、さ、はい、さ、どうなりたいのよ。ほんとさ、言っちゃってよ。俺は、お笑い界のトップ。お前は、お笑い界のトップになるんだ。あ、劇場だけじゃなく、もう、そこじゃないよ。なるほどね。トップね。トップのところ行ってほしかったもん。多分、ちょっともう一回いいですか。まあまあまあ、些細なことは気にしないからな。あ、そうそう、チョコレートチョーク、はい、気に入ってないです、私たち。あれ、はい、またまたビターだから。あ、もう本当にぶん殴りたくなっちゃう。あ、怖い怖い。じゃあ、佐藤くんは？ね、僕とあの北斗くんは前にね、あの違うユニットで、うん、あの神保町のあの激のびたけのこっていう、ね、あの僕らが芸歴2年目の時にね、ユニットを選ばせていただいてたんですけど、うん、誰も覚えてないことも言わないでください。いや、もう本当にこの第二の天然素材になるって言われてた、はい、伝説のユニットだったんだけど、あの、はい、半年で空中分解しちゃったんだけど、まあ、目がマジでした、はい、でその時はもう本当神保町メインで活動させていただいてて、でそこから長らくちょっと神保町離れてきたんで、あのちょっとヒエラルキー取り戻します。はい、神保町のこの劇場が我々のものだってことを申し上げます。はい、なるほどね。はい、北斗君は頑張ります。はい、お願いします。じゃあ、見てくれてる人たちはね、はい、絶対僕たちのことを応援してくれると思うので、はい、はい、絶対あの劇場に行って単独ライブとかもね、 YouTube はそうだね、はい、したいんで、ぜひ見に来てください。お願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。